皆さん、今回は漢字をやっていきたいと思います。うるさん飛ぶじゃあやろう。今回の漢字はこの漢字です。音読み、訓読みから確認しましょう。音読みはう、ゆです。訓読みは右になります。続いて画数です。画数は5画になります。続いて熟語です。どんな言葉があるでしょうか。例えばウホゴリラじゃないですよ。ウハウガンウヨクとかです。あとこの熟語ですね。この熟語なんて読むと思いますか。タンタッタッタ、答え右折と読みます。こっちは左右、右側、右手。で、これは右大臣と読みます。で、これは何でしょう。右側。で、右往左往になります。最後に部首です。部首はここですね。口になります。覚えておくんじゃよ。今回はこの動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。また見てね。